山口敏太郎日記です。昨日は編集部の引っ越しの荷造りを始めました。今借りてた物件だったんですが、僕の所有物件の方に今月末で移るということで、膨大な荷物がありますので、ゴミに出したりですね、整理をしたり箱詰めを始めました。ノアさんとか、関口君とかみんないましたんでね、保坂君とか青山君とか、だいぶ進みましたね。やっぱり5、6人でやるとあっという間ですね。それで、実際の引っ越しはちょっと今週末に1回、来週に1回ぐらいやりたいなと思ってます。それとですね、あと昨日はですね、ニコ生の、ね、私ワンマンだけで、1人だけのニコ生をやってみました。なんていうの、読者の人とこう会話ができたんですごい嬉しかったなというところがありますね。月1ぐらいはですね、この会話パターンをやってみようかなと。原則僕の放送が月3回ぐらいは最低でも行いたいなと思っております。で、どうしてもスケジュールがかなり多忙になっておりますので、あらかじめ例えば第3土曜とかそういう決めらんないのが尺です。ちょっと急に1週間前とか3日前4日前のゲリラ放送になりますけども、もしそれでよろしければニコ生の会員登録もぜひお願いします。有料放送の時はかなり面白い話をしております。当然無料の時間帯もですね、手を抜いてるわけではなく大変面白くやっておりますので、そこら辺も含めてぜひお願いしたいなと思っております。それで、昨日なんですけども、昨日から今日にかけていろいろ報道されてて面白かったのがですね、面白かったっていうのは言葉がおかしいですね、興味深かったのはですね、名古屋の女子大生の、卑劣な犯行についての、報道ですね。あの人の精神状態はどうなってるんでしょうね。親友にタリウムを持ったと。それでカラオケ行った時に親友の飲み物にタリウムを入れて、それで死因は1.2あった白から0.2まで落ちたと。でもう歩行もできなくなって、髪の毛も女性ですよ、髪の毛も全部抜けて、それで1年回復するまで1年かかったと。そんなことを親友にできますかね。でお見舞いに行ったらもう毒を盛られてどうなったかっていう反応が見たかった、体調は見てみたかった。もうちょっとどういう感覚なのかよくわからないですね。結局男子生徒女子生徒一人一人1名1名ということで、合計2名の同級生に毒を持ってるというとこですね。で、何やら放火をしたこともあるみたいですね。で、もっと僕がびっくりしたのはですね、うちの娘が薬品を持ち歩いてると。それで容疑者のお父さんが警察に相談したんだけど、警察はそのまま返してしまった。悪いように使わないでね、みたいな感じで。まさか毒を人に盛るとは思わなかったんでしょうけど、それでもね、その同級生がタリウムをもらえた事件があった時も、その直後その事件があったにもかかわらず、同じ県警の中で情報伝達ができてなかったんですね。やっぱりこう指示系統がね、縦割り組織ですから、違うところに相談に行っちゃうと、事件がこの署で起こった、相談に行った署はこの署だ、さあ連動してないみたいなんですよね。そこら辺の警察組織もどうなってんのかなっていうふうに、僕は思いましたね。だからもうちょっと警察情報、例えばこういう事件の相談があったとかね、そういう警察情報の共有化をちょっと強く主張したいですね。せめて同じ県警中、できれば日本人の警察がいろんな情報をオンラインで共有するみたいな、そういった仕組み作りをやっていただきたいなと、僕は思ってる次第ですね。で、これはまた僕のプライベートの話ですけど、ウォーキング夜1時間ぐらい歩くとかなり体調がいいですね。僕は今筋肉の量をですね、増やしてるんですけども、だいぶ増えてきました。で、もうちょっと絞り込んでですね、脂肪を筋肉に変えていきたいなと思っております。50歳に向けてですね、より健康になるぞというふうに頑張っておりますので、同じく中年40代男子の皆さん、
健康には留意しましょうということです。